今の我が国を含む国際社会の選択と行動が今後の国際社会の趨勢を決定づける、そうした大きな時代の転換点を迎える中で、国際社会が一致して力による一方的な現状変更に毅然と対抗していかなければなりません。日本がどう対応していくのか、またアメリカをはじめとして世界の国々がどのように対応していくのか、こういった力による現状変更行為に対して、その、国際規範がこうおそらく変わりつつある中で、いかに日本の政府というのは国際法と向き合っていくのか、日本がこのアジアにおいてより主導権を握り、安全保障の 中核となるということが非常に大事だと思っています。今回のような力による一方的な現状変更をインド太平洋、とりわけ東アジアにおいて決して許してはなりません。この点は我が国の今後の外交安全保障の観点からも極めて重要です。皆さんもこうした危機意識と情勢認識をしっかりと持ちながら、我が国の存立を全うし、国民の生命と財産を守り抜く、この政府の最も重大な責務の一端を担っていってほしいと思います。